ヒカルガと川村です。福岡第一の先輩後輩、先輩押し込むスコットに合わせる、昨日と同様にインサイドのところ、田村選手のディフェンスのところを攻めてきましたね、はい。まあ、ファーストオプション、それからプラン B、プラン C というのをたくさん持っておくと、はい、いいですね、いきますね。遠藤、最初のスリーが来ました。逆のコーナーに今遠藤がいますが、比江島そのまま行くか、ベースライン際、イカルが空いた、スリーどうか、そうですね、いいですね。イカルがもう最初のスリーを決めました。キングカイ、須藤、惜しいところでした。比江島コーナー空いた、スリーどうでしょう、来た、トランジションのスリーです。ケアをしてましたね、はい、エンドスクショット、ボテル選手がいいクリアアウトをして、もう一回比江島、比江島、エンドスリーどうか、来た、比江島粘りました。これが B1 で499回目のスリーポイント成功、遠藤。またスタートメンバーが戻った時に戦いやすくなるので、お、竹内スリップ、いいですね。森川コーナー相手、須藤タフショット打たせる、いいですね。そしてそのあとスコットに対して須藤ファールで止めます。5秒、正面から当たっている森、葛西とスコット、竹内ショートコーナー、ミドルショット、落ち着いてきましたね。遠藤に大場、テープを使って体を当ててスコット決めきったショットクロックギリギリ、うまかったですね。5秒ですが、北川、葛西打ってくる、来た、いい、ね、ドーンを一発で破りました。昨日は得点なかった葛西ですが、スリーポイントで勢いをつけます、はい、おお、北川のスティール、ちょっとリングに嫌われてしまっています。逆にフォトゥー、いいですね。横浜タイムアウトをかけます。横浜前半2回目のタイムアウトです。さあ、ご来場の皆さん、この時間はノイズメーターのコーナーです。メーターマックスに達しますとプレゼントが当たります。ライン抽選の発動です。比江島の前に須藤、そしてフォトゥーとオリバー、どうするか、フォトゥー、素晴らしいフックショットですね。なんかもうオリバーに河村が入れて、オリバー、ジャクソン、オリバーがもらいに行きます。6秒、5秒、河村にボールが出ない、ヤンジェミンのディナイ、ただアンクルブレイクを起こしてスドロー、ジャクソンブロックしたスコット、いいブロックショットでした。そしてジャクソンになりました、比江島の前、逆にスコットのところでミスマッチが出てきています。そのミスマッチを使ってスコット、いい、ね、ピック、スリー狙ってきた、リバウンド、フォトゥー、セカンドチャンス、うん、スド大丈夫か、リバウンドの競い合いのところでちょっと倒れます。さあ、イカルガと河村、イカルガとフォトゥー、ミドルショットは短い、リバウンド、スコットに収まった、ファールあってエンドワンになりました。スコットがインサイドで勝った形、フォトゥー選手のスクリーンの後のショートロールをしてるんですが、はい、フォトゥー選手がボールをもらった瞬間にスコット選手、もう1回10秒ですが、ここからどうするか、スコットの後ろから比江島、しっかりジャクソンついて、スコットとの2面ゲーム、セカンドチャンス、横浜タイムアウトです。比江島、キングカイがチェックを置いてスリー打たせず、テイクを入れてミドルショット、比江島ミドルショットのフェイク、ホトゥー、外、森川スリーどうか、来ない、リバウンド竹内、7秒あります。そしてタッチダウンパスがいって比江島、いいパスですね、竹内からのタッチダウンパス、そして0秒0どうでしょう、第3クォーター終わります。竹内選手、素晴らしいパスでしたね、もう前見てましたよね、そうですね、はい、
第3クォーター、ただ横浜はかなり点差を縮めて一時逆転、58対57、宇都宮ブレックスがリードしています。北側が逆のコーナーです。スコットのピック、サイドのピックを使いながら河村を押し込めていく。イカルガですね。河村選手もファール4つになるわけにはいかないので、ブリッツをかけようとしましたが、オリバーから外、須藤空いた、スリードでした。ブロックされましたね。コトゥの手がかかっていたか、はい、スピードのミスマッチができましたね。今度はまたフォトゥを使う、フックショット、横浜タイムアウトです。1分35秒。ここでまずミスマッチができてますよね。そうですね、フォトゥ選手の上手いところは須藤がピックに引っかかる。比江島とフォトゥのピックアンドロールからもう一回、いいところ選択しましたね。スコットがダンカースポットにいた。ダンカースポットのステイですね。0秒後、5秒警戒、比江島取れない、試合終了。比江島を動かして2を打たせるというセットだったでしょうか。横浜ビーコルセアーズ、ね、はい、劇的な2連勝。川村2日間で66点、今日34得点キャリアハイ更新。川村がブレックスアリーナを制圧しました。網野さん、いかがでしたか。いや、素晴らしい試合でしたね。宇都宮のゲームの内容も非常に良かったんですが、はい、それを完全に流れを渡さない河村選手の活躍がありましたね。タフショットのスリーポイント3本ありましたよね、最後のものに入れて。そうですね、何かもう宇都宮の対策してきたディフェンスを完全に超えてしまった。